はい、こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は、エアプランツチランジアの、クランプをですね、いくつかちょっとソーキングしてたのでついでに紹介したいと思います。アルベルティアナの割と大きめな、クランプですね。花も、ちょっと咲いてるんですけども、ここまで大きくなるとかなり立派かなと思います。ある程度の遮光をしてあげた方が割と綺麗に育つかなというような感想があります。あとは、ソーキングの方がいいと思います。クランプになってくるとかなりかっこよくなってきますので、この辺もイオナンタなんですけど、普通のイオナンタなんですけど、やはり、クランプになってると割とかっこいいかなと思います。たまには、外で、今日も曇ってるのでこのくらいの天候の時が一番いいと思います。ちょっと、ソーキングがてら、日光浴させてあげると綺麗に保てるかなと思います。店内にもまだたくさんですね、ありますので、よろしければお越しいただければと思います。お待ちしています。